子供たちのお迎えから帰ってきました。最近暑いから小学生組もお迎えに来てほしいっていうので、小1の次女、保育園の三女、小6の長女という感じで、3時から4時の間はいつもお迎え巡りをしています。はい、抱っこしてあげるから。それぞれの帰りの時間が微妙にズレがあって結構時間かかっちゃうんですけど、合間でちょっとだけ買い物をしてきたので軽くご紹介しようと思います。ポリ袋のストックと給食用の箸、爪楊枝、水筒カバー、小さなまな板、グラススタンドと、これはオイルポットなんですけど揚げ物の後の油の保管場所に困っていたのでニトリで見つけて買ってみました。このまな板シートもニトリで買ったんですけど、お肉や魚をカットするときに敷いて使い終わったら捨てるだけなので洗い物がとっても楽になります。そしてこれは今日届いた荷物なんですけど、口腔ケアのための新しいアイテムを取り入れてみたので今日の夜早速使ってみようと思います。ミミ、朝のさ、あのブロックを片付けして、片付けてよ、おやつの前に。はい、おやつの前に片付けて。ぽーちゃん、ね、もうすぐオンライン始まっちゃう。ちょっとそろそろ頑張って。1時間ぐらい寝てるよ。束の間の休憩タイムです。後半戦に向けてエネルギーチャージする私にとって欠かせない時間です。ちょうどさ、サイズがちょうど入るんじゃない。いこちゃんも入ったよね。一回前やったりや、見せて。おやつの後は少し仕事の続きをしたり子供たちの勉強を見たりします。え、これ解くんじゃなくて解き直すんだよ。長男が今年受験生なんですけど、あんまりにも勉強をしないのでさすがに見かねて夏休み明けから私のできる範囲で勉強に付き合うことにしました。やっておいてねえだと適当にやっつけでやるのは目に見えてるし、とはいえあまり口出しすると衝突するだけなので様子を見ながら程よく追い込みながら本人の受験スイッチが入るのを待っています。時間管理が苦手なので子どものお迎えとかご飯の支度の時間とかはアラームをセットして自分にリマインドしまくっています。保育園、小学校、中学校の予定とか自分の予定、病院の予約とかアラームとスケジュールアプリに入れまくってなんとか毎日送っているっていう感じです。それでも忘れちゃうこともあるのでまだまだ改善の余地ありです。
たかも。自分の使った食器は自分で洗うのが我が家のルールです。だって立ち食いってことは通えないと意味ないじゃん。食べたよ全部、ね、ちょっとテーブルもらおう。シャワー洗ってない人いっぱいいるんだけど。次男は部活で帰りが遅くておやつを食べそびれてしまっていたので食後のデザートになりました。
またありがとう。ミミちょっと一回これ片付けるしに。ミミ呼んだら来てね。分かった？歯磨きの後はいつも糸ようじを使うんですけど、皆さん糸ようじとかフロスって普段使えますか？やってないって方は一回やってみてほしいんですけど、実は歯ブラシだけだと汚れって取り切れてなくて、しっかり磨いても糸ようじするとさらに汚れが取れるんですよ。その汚れが溜まったままだと虫歯とか歯石、口臭の原因になっちゃうので、毎日しっかり汚れを取ることがお口の中の状態を良くしておくためだったり、エチケットとしてもすごく大切なんです。口臭対策ということで、今日はニューアイテムを使っていこうと思います。このオークリーンのウォーターフロッサーは歯ブラシが届かない部分もしっかりと洗浄してくれるアイテムです。まず付属のノズルをつけて、ここにお水を入れます。で、電源を入れるとお水と空気を組み合わせた噴射方式で敏感な歯や歯茎を効率的に洗浄してくれるんです。今回オークリーンさんからお声掛けをいただいてお試しさせてもらったんですけど、使い終わった後歯がなんかツルツルしているように感じて、歯ブラシだけでは取り切れてなかった汚れが取れたんだなっていうのを実感することができて驚きました。思ったより勢いよく噴射されて、最初は口から水がこぼれちゃったりとかしたんですけど、慣れればうまく使うことができると思います。歯の表面に当ててもいいし、私は歯と歯の間を中心に全体的に使いました。こんな感じでウォーターフロッサーならではのメリットもたくさんあって、職場とか学校のお昼ご飯の後とか、あと旅行先に持っていくのもおすすめだなと思います。細かい部分の汚れを落とすのに効果的なので、矯正中の方だったり口腔ケアにこだわっている方には特におすすめなアイテムだなと思いました。歯磨きの後は残っている家事を片付けます。最近シンクは排水口ネットで磨くようになりました。磨いた後はそのまま排水口に取り付けちゃいます。シンク用のスポンジを別で用意しなくて済むのでおすすめです。先ほど紹介したオークリーンエアポンプ A10 ウォーターフロッサーをお得に購入できるキャンペーンを概要欄の方にまとめておくので、口臭が気になるとかすっきり汚れを落としたいっていう方はぜひ概要欄をチェックしてみてくださいね。こんな感じで5時母のナイトルーティーンをご紹介しました。私の体力とかやる気次第ではご飯の時間が遅れたり、子どもの勉強の直しに時間がかかって全部が後ろ倒しになることもあるし、洗濯物とか洗い物を諦めて翌日に持ち越しちゃったりとか、毎日同じように過ごせているわけではないので、とある日の夜の様子っていう感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。
他の動画では大家族のご飯作りや家事の様子を紹介しているので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。